大家好，我是阿萨，欢迎收看《沙漠大冒险》。听说鸟山明大师之前有亲自监制这款游戏，而且也是改编自他同名的作品。虽然我没有看他的漫画，不过他的这款游戏的美术跟他的系统有点吸引我，所以是有期待了一下。不过好像评分没有很高的样子，媒体评分呢、啊？虽然说近这个年头媒体评分不是很可信，但是还是有点可信吧。主角是这家伙吧？什么恶魔之子？贝尔杰布，好难记的名字啊！半人马哦。不过画面还真不错呢，我觉得还不错啊。看起来蛮漂亮，蛮舒服的。这款游戏好像也是个开放世界的样子，而且它有很多不同的载具，这点还蛮吸引我。所以我有点好奇这款游戏的评分不高的点在哪里。总之玩了就知道了。気づいたぞ。哼，逃げ切れるもんか。今だ、避けろ。危ねえ。欸，他怎么突然加速了？哈哈！原来是水啊！哦，左轮呢？太那，この野郎！銃が効かないだと。俺が相手してやれ。打架！こいつ！哎，为什么主角跑这么慢？どう？俺って強いだろ。重攻击啊！重攻击！重攻击！重攻击 ！OK。这样子。任せとけって。歪。哦。OK， 好。クソ舐めやがって。哎，一只倒了。はい。まあ、ちっとは楽しかったぞ。哎，不让我终结哦。よいしょっと。オッケー、こんなもんでいいでしょう。よし、行こうぜ。チクショ。这。水果然是很重要的资源。ちょっともらっただけじゃないか。哦，没有全拿吗？またよろしくね。看起来好像牛奶罐。ガバッと、ここんとこの水源塗っとっちまえばいいのに。画面很漂亮。我慢しろよ。美术很漂亮。もっともっと人間が増えてからでも遅くないさ。じゃないと、あいつら絶滅しちまうから。人間がいなくなってみろ。つまらないぞ。俺たち魔物はさ。お？ん？あ。え？なんだよ王子。何してんの？水だ。やるよ。持ってけ。ありがとう。这个小王子魔，这个魔族小王子的造型虽然没有让我很喜欢，但是个性好像还蛮讨喜的。人間に水をくれてやるなんて。俺たち魔物がいいことしたらおしまいだよ。うるせえ。成長したらいじめてやるんだ。竟然是个傲娇。主角的跑步速度好快，可是走路速度好慢。这干嘛？平常不能挥拳呢。爬上爬下也蛮快。算是很敏捷吗？操控性。
史莱姆，干掉的史莱姆好可怕。为什么交谈要鸭子？どうよ、助かりそうか。这水好多，是倒这样子还可以倒这么久。助かった。空はいつも通りか。ああ、なんでこんな世界になっちゃったかな。今から50年ほど昔、人間どもの愚かな行動と天変地異とが重なり。地上はこの大して広くもない砂漠が世界のほとんどになってしまった。绝不算大的沙漠，所以到底是大还是不大？哦，小型战车哎，很有鸟山明的设计味，应该说就是他设计的。啊？哦，可以操纵战车哦！哦，操纵战车了，酷呢！情報によれば、協力者のピッチ陣が恐ろしい、いたぞ！敵を殲滅するのだ！这是战车大作战。ピッチ陣たちを守れ！あのマシン。为什么会累个？絶対に守り抜け！好像过一会才会好。OK。全速前进！啊！攻撃が、よし、しっかり狙って一撃お見舞いしてやれ。那是水吗？こうして懲りもせず続いた馬鹿げた争いは。最悪の形で終わりを迎えたのだ。结果那个战争是没有妖怪的事、啊，看起来就超热的。他竟然还可以，他们竟然还可以在树上。俺たち暗黒世界の似合う魔物にこの激しく眩しい太陽光線ってのはどうだろう。え、这一罐不是已经倒完了？为什么还有啊？垃圾乱丢。これが灼熱の荒野、サンドラン。灼热的荒野，沙漠乐园。啊 ，Sandland 是不是沙漠大作战？是翻沙漠乐园。そんなサンドランドに足を踏み入れる者がまた一人。这也太像布马一开始开的那一辆了吧？不过鸟山明设计的机器真的是，过几年都还是觉得很酷呢。不管过就不会觉得它有那种很古老的感觉。警长，人間だ。这老头蛮帅的哦。私は近くの町で保安官をしているラオと申す。実は魔物の方にぜひ力をお借りしたいことがある。どなたか話を聞いてくださる偉い方はおられるか。为什么配音好像？感觉他没有在大吼大叫，可是，哦，这样下来了。可是画面呈现他声音很大的样子。人間の保安官がここに来るとはいい度胸だ。あなたがここのリーダーか。
一番は大魔王サタン。撒旦大王。だが、お前などには合わん。俺は悪魔の王子ベルゼブブ。哦，原来是别西卜啊！不知道为什么翻成贝尔杰布，原来是别西卜。では担当直入に申し上げる。ぜひ幻の泉を探し出す旅を手伝ってほしい。梦幻之泉是卡比的那个。幻の泉？なんだそれ？ウォーターフィンチという小鳥をご存知かな？この鳥は淡水性の小魚を。哇，在沙漠里面这样蓝的鸟很漂亮。繁殖期になると必ず砂漠の北にある岩の巣に向かう。私は昨日ウォーターフィンチが飛んでいるのを見た。このことはやってきた方角である砂漠の南のどこかに必ず小魚のいるような泉が存在するということだ。ここから砂漠の南への旅は常に危険が伴う。我々人間だけではおそらく半分も進めまい。是吗？用装备也不行，用那些载具也不行。腕の立つ者に同行していただきたいのだ。奇跡的に泉を見つけたとしよう。その水を人間と魔物とで。もちろんだ。希望なら、あなたたちがその泉に住んでもらっても構わない。お？这么好。我々は定期的に水さえ手に入れられればそれでいい。それはあんたの考えか、それともあの国王の使者か。私だけの計画だ。为什么他有这么大的权力？あんな私利私欲だけに。哦，原来如此。王だからこそ、我々の手で泉を見つけなければいけないのだ。看来最后我们要去推翻那个国王。悪くない話だけど、俺たち盗めば水くらいなんとかなるしな。よかったら、差し上げよう。这是沙腾吗？長い混乱で残った貴重なゲーム機らしいが。すげえ、ソフトもついてるぞ。原来他们这么喜欢打游戏，一开始也是在打游戏。俺、サタン様に相談してくれ。太干脆了吧，这个东西就可以收买你。撒旦大王是不是长得跟撒旦一样呢？爸爸，原来是他爸爸。这也太长得太像那个鸟山明的，也太像了吧，超像的。服务片的那个谁啊，有点忘了他名字。手伝ってやれ。我々のためでもある。あの人間は信用できそうだ。お前の修行にもなるだろう。はい。ただし、無事帰ってきたら、ゲームは一日一時間まで。明るい部屋で画面から離れてすること。わかりました。一开始不是在偷玩吗？启程旅行啦！こいつで行くんだろ。哦，一开始就有一部车车。荷物もあるから、せいぜい二人か。行李。じゃあ俺とシーフかな。なんでわしが？原来他们不想去啊。お前物知りだし盗むのうまいじゃん。很会偷东西。王子、考えたのですが、空を飛べるやつがピューッと行けばいいのではありませんか。ぐだぐだ言ってないでさっさと乗ってよ。さ、行こうぜ。王子、気をつけなよ。頼んだぜ。歯磨きも忘れんなよ。出発。有一种，的确有一种大冒险启程的感觉，还不错啊，而且还蛮单纯的。
单纯的开头我并不讨厌。まずは南に向かおう。ウォーターフィンチが来た方がいい。ところでさ、おっさん、どれくらい時間がかかる予定なんだ？ラオと呼んでくれ。そうだな、かなりかかるだろう。なあ、ちょっと運転させてくれよ。おやめなさい、王子で、こんな人間の機械。いいぞ、やってみるか。いいのか？耶、yeah, ，可以开车啦，开人类的机器。前进。運転は初めてか。まっすぐ走らせてくれ。这也太简单了吧。道なりに進んでくれ。おお、なかなか筋がいい。その調子だ。ブーストで加速もできるぞ。おお。介绍有说，每一部载具的手感不太一样。车子还蛮好开的。这也太多碎石了吧。哦，看到一个洞穴。这里可以调查吗？しない。全然しない。全くしない。とにかくしない。うるさいぞ、シーフ。いい加減にしろ。这是什么？B 级弹簧跟植物油，这字有点看不太清楚。魔物の里で2番目に強いのは誰なんだ？そりゃ俺だろうな。今の里の中ではそうかもしれませんよ。なんか微妙に引っかかる言い方だな。这些应该是可以制作载具的零件吧？看起来都像是一些机械零件。Overheat， 原来我会 Overheat。好的，嘿。成功。魔物はどうなんだろう。シーフわかる。还会抖。種族によって違いますな。啊，盗龙鳞片，原来这是盗龙。我好像有一个支线是要这个东西的鳞片，多打几只吧。うりゃ！うりゃ！わあわあ！うえ！为什么战斗的时候会累？好了。哦，原来我是用喝水回复 HP 的。哦，剧情。什么？那是什么？是怪物吗？哦，来了。哇！他怎么有点可爱啊？沙龙，长得有种像某种宝可梦。一开始就认输啦你！别西普，不对，贝尔杰布，来吧。OK， 这样就没问题了。啊？哎、欸，那我们的行李呀、啊！那行李有那么强力吗？竟然这样就可以把沙龙给挡下来？亚罗村遗址哦，不说我现在房间里也好热，玩这款游戏感觉又更热了。大したことなかったな。いきなり水と食料を失ってしまった。谁叫你要用那招啊？僕は国中を商売して回る行商人なんだけど。旅行商人。行商を終えて帰る途中で一息ついてたところさ。ここの住人じゃないのか？まさか。ここはとっくの昔に廃村になったよ。廃村？いろいろあって住む人がいなくなることさ。いろいろってなんだよ。この村は昔の戦争の時に疎開先として作られたんだけど、戦争が終わって国王軍の配給が途絶えてからは
啊，国王军直接不断断断断的那个补给啊。どんどん人が減っていったんだ。その上、国王軍が寄らなくなったせいで、近くの盗賊団に襲われてね。切。今じゃこのアリス。那我们可以去打那些盗贼，打拿他们的资源吗？あんたたちも盗賊団には気をつけ。真想打那些盗贼团啊！悪魔がそんなの怖がるかっての。说的是。いやいや、気をつけるに越したことはない。備えあれば憂いなしっていうだろう。よかったらうちの商品を見てってよ。讲了半天，原来是要我买你们的商品。役に立つものを取り揃えてるからさ。水も食料もなくしてしまっては引き返すしかあるまい。我们不是才刚出来吗？你已经想回去了吗？ここから少し走ったところにタルボという町があるはずだ。塔尔波镇。金に余裕はないが、そこで何とかしよう。好耶。他に方法はなさそうだな。师傅，师傅一脸不想要的样子。さあ、車に乗って進むとするか。運転なら任せろ。哪尼？也不能这样玩。哦，地图很大的感觉哦，还不错呢。からずっと都合の悪いことが起こると。魔物のせいにしてきたんじゃよ。川が枯れた時もそうだった。哇，他有骷髅头。あんたたちを誤解していたのかも。哎呦，撞不烂。と言って勘違いしてもらっちゃ困る。哇，哇，確かなんだからな。哇。夜更かしした夜に歯も磨かずに寝てやったぜ。どうだ悪だろ。なんつっても悪魔だからな。うわおっさんだってほんの少しぐらい悪さしてんだろ。発表しろよ。私は人間を殺した。うわぁ戦争でだが。したことには違いない。哎，ナイス。不过我打他好不痛哦。哇，他的范围也太大了，看来还是先撤退好了。不行，这游戏其实感觉是有等级制的，不能这样贸然的。直接挑战强怪，所以跟着这个胎痕走的话，就会提升速度，因为是前人留下来，这样还不错呢。而且跟着走的话，就可以到据点。盗贼团地盘的喷漆 ，nice 哦。盗賊がたむろしていることがある。那很好啊。へえ、面白そうだな。ぶっ飛ばしてやろうぜ。バカを言うな。いいか、絶対に近づくんじゃないぞ。チェ、つまんねえの。巨大拱岩。カモがやってきたぞ。盗贼来了。十日ぶりだぜ。ええ、ウェイヤ。ともパンクとはさっさと身ぐるみいただいてしまいなさい。逆らったら殺してもいいわよ。そうそう、他们是お前らの仕業か。钻石标志吗？所以有还有黑桃啊、梅花之类的盗贼吗？分からせておやりなさい。来吧！这是蹲下。哦。もう頼りにならないわね。按下 RD， 现在才教你回避动作。我
うわあ、痛っ。ふい、ふい。为什么打一打会有 lag？ 是不是有类似 DRM 的东西在干扰？哇！一剑没死。チビのくせにやるじゃない。でも、うん、枪没用啊。お嫌いでしょう。ほい。あ、原来是这样。悪魔より悪だなんて許されると思うか。生きてたかおっさん。あ？不是都我在打吗？おかげでな。それにしても、さすが悪魔だな。那轮胎怎么办？信じられん強さだ。なんてことねえさ、こんなやつら。备胎只有一个哎。どうするね。この車は走れるのか。いや、これではとても走れん。しょうがない。タルボ町まで歩こう。すぐだ。歩きかよ。哇，唯一的载具也没了。まったく。哇，好广大的沙漠。Level up。本当だ。行くぞ、シーフ。哦，有看到。わかりましたよ。シーフ。哦，有技能可以点。搭档技能也有啊。哎，他竟然拿吸尘器，是鲁伊吉吗 ？LB 加 XYBA 哦，原来如此。好像还蛮好，蛮有趣的。黑夜能源，哦，就是类似机器之类的。有了，可以连击，从轻攻击连击到重攻击了。而且还好像还不错，动作还蛮多的。タルボといえば、アクアニウム鉱石が取れる鉱山があったじゃろ。おら！OK。来了，救援任务。休想！呼啦！嘿呀！呼！嘿！嘿！来是，漂亮。進んでいると行商人に会えるだろう。上面竟然有一个像那个佛利扎太空船的东西，好酷哦！旅してるのか？見かけたら話しかけてみるかな。啊，竟然也有电波塔之类的。Level 6 ，Level 6我打得赢吗？他人のために水源を探すなんてさ、そんな綺麗事じゃない。哇，有 level 10的，看来还是先跑吧。哇，他有载具耶！哦哦哦哦！哇，这边都是啊！哦，真的是电波塔，但是这边的敌人好强啊！哇！OK。
偷这个。哦耶，什么？重型机枪？但是这个是要装在载具上的吧？我现在不能拿起来用啊。用那个用敌人的火箭筒对他可以造成伤害。啊！壊れてるみたいだな。直せば後のことが分かる。等一下，还在打架。这看来这个塔不用爬。只要在下面控制就好了。奶子，これで周りの情報がわかるな。那个是 level 十的不见了，消失了。はい。お、おっさん、あれじゃないのか？ああ。タルボ町だ。あんたたちはここで待っててくれ。魔物がうろうろすれば騒ぎになる。ここは私が行ってこよう。待てよ。水と食料だろ。シーフがタダで盗んできてくれるさ。いや、結構。私は保安官だ。それはまずい。あんまり金持ってないんだろ。無理することないさ。所以真的要用偷的。シーフはプロの泥棒なんだ。衣装持ってきたんだろ。はいはい、わかりました王子。ちゃんと持ってきましたよ。啊，圣诞老人。你哪有什么发型啊？なんだその格好は。この格好ならいざという時に見つかってもごまかしが効くのだ。真的吗？では。哦，这是什么？啊，是那个刚刚那个女的开的骑的车吗？哦，バイクではないか。しっかり整備されとるみたいじゃ。最後はこいつで逃げるとするか。你也太招摇了吧。さて、あとは必要なものをいただくだけだが。働いても国王軍が持ってく。结果其实是被我们拿走吗？おお、これは国王軍に納める物資なのか。国王軍のものなら遠慮はいらんな。もらえるだけもらっていくでしょう。よ、ほい、ほほっと。哦，这个西父也蛮敏捷的嘛，跳这么高。疲れた。ちょっと休憩っと。こんな時はボロロウシちゃんに癒されたいな。太厉害了吧！あの海が最高なんだよね。え？スピノ町かい？それならもっと南の山に囲まれた見つけづらいところだよ。あんた。あんな寂れた町に何か用でもあるのかい？左边这应该是重要角色吧，女主角之类的。あの小娘、見たところこの辺りのものではなさそうじゃな。さっきね、知らない子にスピノ町の場所を聞かれたよ。スピノ町？ずいぶん昔に反乱軍の拠点になってた町だよ。国王軍に攻め落とされて今は廃れてるって話だけど。シャッシャと王子の元へ戻るとするか。来了国王兵是不是？物資の準備はできているか？
今月は少し少ないな。まあいい、来月もまた頼むぞ。おい貴様、見かけん顔だな。待て、なぜ逃げる。怪しい奴め、捕まえろ。待て、这辆车还真帅耶，我们也可以骑这辆车吗？那卡车好酷哦，后面没有轮。小娘子的バイクじゃったか。仕方ない。歩いて戻るとするか。王子、水と食料を手に入れましたぞ。早いな、さすがだ。もう戻ってきたのか。我觉得圣诞老人装还蛮不错的。さらに、とっておきの情報を手に入れましたぞ。ナパス基地とやらに戦車があるらしいですぞ。戦車。戦車？すげえ。奪って車の代わりに乗っていこうぜ。可是战车速度很慢呢。いや待て。そう簡単に奪えるものではない。でも車欲しいじゃん。歩いて幻の泉に向かえってのかよ。ひとまず基地まで行ってみるか。いい案が浮かぶかもしれん。よし、決まりだな。ここから東に進んだところだ。おー、我的HP回来了、ナイス。警備が厳しい場所だから、まずは慎重に偵察しよう。兵士がいるな。この先にあるのは検問所か。見つかると面倒だ。さて、どうしたものか。あ、なあ、あっちから風の吹き抜ける音がするぞ。風？洞窟は。ああ。洞窟か。基地側に道が直接从这里穿过去就好了。里面应该不会有什么危险吧？哈哈哈。基地の様子を偵察できるかもしれん。よっしゃ、じゃあ行って調べてみようぜ。この高さなら登れそうだな。んしゃ、ほっと。よっ。んしゃ。国王軍が気に食わないならなんでぶっ飛ばさねえんだ。30年ほど前には国王軍に立ち向かう反乱軍も存在したが。原来有反抗军。国王軍。结果被，原来是被打败。バラバラになってしまったのですよ。あいつら結構強いんだな。基地に乗り込むのが楽しみになってきた。如果借助妖怪的力量就可以。いかにあくまでも正面から戦って勝てる相手ではない。是吗？有这么厉害？何かに使えるかもしれねえな。もらっておくか。哇，好大的基地。感觉有点棘手。戦車だ。奥の倉庫に入っていきましたな。戦争当時のじゃない、新型だ。よし、シーフ、気に入ったぞ、パクれ。無茶言わねえくだされ。よし、私が何とかしよう。あ？え、おっさん保安官なんだろ。いいのか、あんなの奪っても。ろくでもない国王軍のものなら。不公不义的国王军东西。警備はさほどでもなさそうだな。あの通用口から中に侵入しよう。あんたヘアスプレー持ってたろ。あいつをくれるか。あ？ヘアスプレー？どうするんじゃそんなもの。考えがある。まずは近づこう。兵士に見つかるなよ。说他的阴影是会变成那样手绘的一条线一条线，还蛮不错的。有掉落伤害吗？喂，没有哎。通用口を無理やり開けるのか？いや、兵士の手で開けさせよう。其实旁边这辆车抢了就走也是可以的吧。
で、どうするんだ、おっさん。考えがあるんだよな。表で騒ぎを起こして、私とシーフがおとりになる。王子はその隙に通用口から忍び込んでくれ。え？なぜわしが？おとりなら一人でいいじゃろう。わかった。それで行こう。王子、人間謎の言うことに物分かりが良すぎますぞ。うるさいな。他に策がないだろ。決まりだな。後ほど戦車が入っていった倉庫で合流しよう。中は危険だ。兵士に見つかるなよ。誰に向かって言ってんだ。そっちこそヘマすんなよ。看来没有办法用蛮力打进去。殺しておこう。では行くぞ。毒ガスだー。有头发的骷髅。毒ガス。何の騒ぎだ。あいつらは何だ。警长这样不怕被身份被发现。うまくいったみたいだな。それじゃ俺も行くか。騒ぎになるとおっさんたちが捕まっちまうかもしれないな。合流するまではおとなしく進んでやるか。哦，可以用隐匿攻击哦。隐匿攻击。よし、一丁上がり。原来隐匿攻击是用吓人的。路线好像很多哎。この距離なら飛び移れそうだな。那还蛮轻松的。哦，这家伙看来要用惊吓攻击。楽しかったぞ。お。おい、聞いたか？怪しい女が捕まったらしい。原来那个女的被抓到了。うん。地図やら工具やら水もたくさん持ってたってな。この辺りの住民じゃないみたいだ。ジャンプすれば飛び移れるな。这是会被电到是不是？这是原来是电线外露啊！好，到了。ここにも兵士が嫌がる。戦車が入っていったのは隣の倉庫だったっけ？那个钢梁原来是可以穿过去的，哪有这样的？でもあの娘大丈夫ですかね。見張っていた方がいいかも。大丈夫だろう。部屋の鍵は閉めてきたし、簡単に抜け出せるものか。それもそうですね。ところで戦車の調子はどうだ。快不行。だいぶガタが来てただろう。那个战车还有眼睛。遠からず使えなくなりそうです。整備士を呼んでこないと。王子、待たせたな。哎，他们你们怎么进来的？很奇怪。こいつが例の戦車か。すごいな。大きな反石が四つもある。反石族、大型反石族装了。これじゃ動かせん。どうすんだよ。魔物？あ？本当にいたんだ。そんな場合じゃなかった。
ねえ、その戦車を動かしたいの？だったらなんだよ。私をここから出してくれたら動くようにしてあげる。申し出はありがたいが、何者だ君は？他们都不怕其他士兵进来。そんなの後でいいでしょ。さっきの兵士たちが戻ってくるよ。他に方法はないか。王子、ここは力を借りよう。戦車なしで基地から脱出するのは難しい。よし。鸟山明还蛮少画这种眼睛的。私はアン。こう見えて腕利きのメカニックよ。おっぱい好大。こやつ、タルボ町で国王軍に追われていた小娘ではないか。ああ、トランスミッションを取り替えるところだったんだね。交換部品がないみたいだから、古いのをつなぎ直すしかないかな。どれ、私も手伝おう。いいよ、これくらいならすぐだから。それより、あなたたちこそ何者？私はラオ、この二人はベルゼブブとシーフだ。私、魔物を見るの初めてなんだけど、人と魔物が一緒にいるのって結構普通のことなの？異例中の異例じゃ。本来なら人間などと。おじいちゃん、ちょっとどいてくれる？誰がおじいちゃんじゃ。原来他不是老爷爷。で、おっさん、戦車を直すのはいいけど、どうやって脱出するつもりだ？正門で起こした騒ぎを利用して出撃命令が出たとでっち上げる。王子とシーフは戦車の中に隠れておいてくれ。できた。これで動くようになったはず。手際がいいな。腕利きを自称するだけはある。私も戦車の中に隠れてればいい？ん？まさか私だけ置いてくつもりじゃないでしょ？いや、しかし早くしないと兵士が戻ってきちゃうぜ。やむをえん、乗ってくれ。ちょっと待って。そんなのいいから早くしろよ。ダメ、荷物の中に大切なものが入ってるの。お、这什么东西啊？看起来是某个钥匙，某种钥匙。こやつ、最初からわしらを出し抜いて戦車を奪うつもり。早く乗れ。已经被发现了，真是的。啊，有被打到。なんで、撃たれても俺は平気だったのに。こうなっては仕方がない。正面突破で逃げ切るぞ。おっさん、俺に受け。よし。楽勝だぜ。油断するな。ほら。右の正門から逃げるぞ。兵士が集まってくる。哇，他被战车这样撞是撞不死的。正門だな。任せとけ。不管了。検問所からの増援か。王子。相手にしていてはキリがない。右手に橋が見える。あっちへ進め。把橋打爛。橋だな、分かった。但是我速度也太慢了吧。填弹快一点好吗？ OK。 気にせず突っ切れ。兵士が来ないところまで逃げるんだ。敵がいるぜ。相手にするな。左へ進もう。気を抜くなよ。王座、あ、王座。Reloading, reloading, reloading. OK。小子弹 reloading 的时候换成大炮。这样子好像还不错。哦，要对决了吗？欸，他
他画的怎么是那个那个杀人子弹？だよ、戦車と戦うなんて聞いてねえぞ。哦，等一下，先把小智的打掉吧。战车好像反而没什么威胁性。包围して攻撃しろ。Reloading。戦車ダメージ率 50% オーバー。戦車のダメージが。成功了。なんだと？おい、戦車がやられたぞ。早く逃げるんだ。怎么可以随便下逃走命令？誰一人殺すことなく無力化するとは、初めての操縦。没杀掉任何人，刚刚用子弹打那些士兵不算杀人。人間に絶滅されたらつまんないからな。これでしばらく時間が稼げるだろう。先を急ぐとするか。还是这战车装的是橡胶弹、那 BB 弹之类的。いや、ちょっと待て。あれは、王子、あそこに近づいてくる。使えそうなものなら拾ってくる。これって戦車のパーツか？戦車の手法みたい。75mm 炮杆。乾燥すれば今より強力にできるかも。本当か？なあ、取り付けようぜ。そうだな。この先の旧道にキャンプ地があったはずだ。そこで取り付けよう。そっちで。这营地连火都生好了。なんとかキャンプにたどり着けたな。ここならしばらくは国王軍に見つかるまい。ねえ、だったらさっきの手法を戦車に取り付けようよ。そうだった。よし、早速やろうぜ。お。乃是75mm 炮改，那原本的炮可以卖掉之类的吗？嗯，これでオッケー。無事に取り付けられたよ。やった！お前なかなかやるな。うん、大した腕だ。これで砲撃が強化されたな。ただ、さっきの戦闘でトランスミッションが限界に近いわ。足回りにもガタが来ているようだな。このままではすぐに走れなくなる。へえ、詳しいね。乗ってたの？まあな、戦時中はいろいろやったが。戦車は好きだった。きついけどな。ふん、頼もしいんだ。おいおい、せっかく手に入れたのに使えなくなるのかよ。応急処置はできるけど、いつまで持つか。なんとかできないのかよ。腕利きなんだろ。設備とパーツがあればできなくはないけど。そうだ。私スピノ町に行かなくちゃならないんだけど。あんたたちも一緒に行かない？是说他的那台机车在哪里？我想开那台。ガレージがあるから修理もできると思う。スピノ町？どこだそれ？私も詳しくは南の。山に囲まれた場所らしいんだけど。虽然没有很喜欢雷鬼发型，但是这女的还蛮可爱的。ガレージがあることを知っておるんじゃ。昔スピノ町に住んでた人から聞いたことがあるのよ。分かりづらい場所ではあるが、ここからならさほどの距離はない。知ってるのか、おっさん。ああ、何度か行ったことがある。今どうなっているか。噂程度にしか知らんがな。もう、まあいいんじゃねえの。戦車を直さなきゃ、幻の泉探しもできねえしな。よかった。バイクもなくなって。那机车到底发生什么事了？坏了吗？そうと決まれば、すぐにでも応急処置をしちゃうから。あんたたちは寝てていいわよ。ではお言葉に甘えさせてもらおう。西父都没有什么话好讲。
成功了吗？成功啦、啊！哦耶！而且还升级了 ，nice！ 这边可以回血。哦，营地是这样的、啊。好，那这一集的沙漠大作战就先玩到这里吧。其实我觉得还蛮有趣的、啊，是目前玩到现在还不知道扣分的点在哪，就是我觉得到目前为止都还蛮有趣的。好，感谢各位收看，我们下集再见，大家拜拜。地图也很大。不过要回去是不是很麻烦？